はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。来ましたね。仮面ライダー01とリヴァイの出現率超アップ来ました。これはですね、待ってましたよ。おはじきの方がね、とにかく難しくてですね、全然ね、進めることができません。今ですね、僕がバイスに勝った回数が33回まで来ちゃいました。そして、オーズに勝った回数は5回なんですよね。だからまだまだこれからなんだけど、もう今特攻がなくて積んでます。ここでですね、活躍度大の特攻2体が来たのはむちゃむちゃ嬉しい。もうこれはね、今日は確実に取っていきますよ。おっと、点点点で終わったということは、これはですね、ワンチャンあるんじゃないかとね、思います。それではですね、仮面ライダーコラボガチャ回していきたいなと思います。もちろん秘策があります。この仮面ライダーのコラボガチャ、誰が作ったと思いますか？仮面ライダーオーズで出てくるあのマシーンだとかね、一連の武器を作ったのはですね、あの鴻上ファンデーションの牧博士なんですよ。ドクター牧。この仮面ライダーコラボガチャもね、ドクター牧が作っています。まあ、ドクターコナン、ドクターつながりということで、なのであのドクター牧ならプトティラコンボ出せるんじゃないのか。皆さん、あのドクター牧分かりますか？僕ね、オーズの中で出てくるキャラで結構好きなんですよ。あの仮面ライダーバースの生みの親、なんかこの肩にね、人形を乗っけてね、こう人形に向かって喋るみたいな。で、時々人形がね、ポロッと落ちるとなんかストレスでね、わわわわわってなるね、あれが好きなんですよ。身にとって優しく美しいうちに。ドクター牧カモン。鴻上ファンデーションのドクター牧です。君の欲望に良き週末が訪れることを。人形がいつもと違うって、劇中でアンクに燃やされて海に投げられちゃったじゃないですか。なので今日はね、ちょっと違う人形ですけども、トムに似てる？気のせいでしょ。それではね、ガチャ回して、安定性がないので膝の上に置いてやります。いきます。10連いきます。当たり前じゃないですか。さあ、来てほしい。さあ、お願いします。さあ、ライダーガチャ。おいよ。おっと、ゴールドのウィスパーか。なんか焦点しないとね、なかなか出てきません。さあ、マジで欲しい。しかも本命はね、まあ、今日ね、プトティラコンボを狙えればいいんですけども、本命はやっぱりプトティラコンボの超アップガチャなんで、まあ、どこまで深追いするのかっていうのはありますけども、まあ、とりあえずね、出しておきたい。とりあえずおはじきが進められないとね、イベントが全然楽しめません。さあ、来てほしい。さあ、赤から金株からもあるのか。おっしゃす。おっと、ライダーです。微妙っすね。さあ、どんどん回していきましょうか。さあ、01、そしてリヴァイ来てほしい。さあ、焦点してほしい。お願いします。あ、高見っすか。赤見すらやめて、頼むぜ。普通はね、コラボイベントってさ、通常イベントよりもね、緩めな設定するよね、普通はね。だってさ、今回の仮面ライダーイベントをきっかけにしてね、プニプニを始めるっていう方もね、結構いるかと思います。だからそういう人に対しても優しめの設定にするよね。ただ今回むちゃむちゃイベントむずく感じてるのは僕だけでしょうか。裏マップとにかくえぐいよね。おはじきどころか裏マップのさ、敵が倒せねえ、封印しないとね、始まんないんで。まあでもキャラがあったらね、難しくはないと思うんだけど、キャラ持っていない人にとっちゃ激ムズです。いきます。お願いします。お願いします。どーっときたー、来たぜ博士。うわー、金カプ率も高え。来たよ来たよ来たよ。プトティラコンボと、そしてさらに01リアライジングホッパー、もうごっそりね、いっちゃいたい。そして仮面ライダーリヴァイ。さあ、来た来た来たか。やっぱガチャ作ったね、ドクター牧ですから。徳田真希、もう人形とかどっか行っちゃいましたけども、もうそんなそれどころじゃないっすよ。もうとにかく聞いてね、ガチャ、そしてイベント走りたい、言ってもですね、まだイベントは始まったばかりなんだよね。始まったばかりなんだけど、結構 YouTube とか見てると、なんかみんなもうクリアしてさ、強敵も楽々倒しちゃってるんで、なんか錯覚しちゃうんだよね。本当にでしょう。錯覚しちゃうんだけど、焦ることは全然ない。イベントなんじゃこりゃ、テンション祭りか、嬉しいけどね。焦ることは全然ない。イベント期間をさ、たっぷり使って楽しんでいけばいいんですよ。さあ、僕はですね、まだ仮面ライダーアギとシャイニングホームしか持っていません。なのでさすがにここはね、シャイニングホームは来ないでしょ、 0.1 だからね。だからさすがに止まって新キャラゲットしてイベント走れると思います。できれば仮面ライダーオーズ、オーズ大好きなんで、とにかくオーズマニアなんでどちらコンボが来てくれるといいけど、ワンチャン01でもいいです。リバイだとちょっと厳しいよね。いきます。さあ、止まってほしい。てい、あーしゃ、きたー、きたきたきた、プトティラコンボ、おっとリバイっすね。 1.6%、 まあ確率的に言ったらまあリバイか。でもとりあえずこれで倒しやすくなるんで、ワンチャンあるんじゃないかなと思います。ワンチャンあるのかないのか。さあ、でもですね、おっと技レベル、技レベルじゃない、妖怪レベル上がっていきます。さあ、まあここはさ、確率的にはね来るっしょ。で、まあ、今回のガチャ、また今回も刻んでくるパターンだよね。だから本番はプトティラコンボ、ショーアップ、そしてアギト、アギトは持ってるクーガ、アルティメットホームか。さあ、どこまで追うのか、ちょっともうちょっとだけ回してみようか。なんか来そうな気がするわ。引いちゃいたいよね。いやー、でも難しいとこだね。もう10連いきましょうか、いきましょうか。来てほしい。さあ、この勢いで来るのか来ないのか。てい、あっと、ダブル焦点、ダブル焦点だ、焦点だよ。来たよ来たよ来たよ。これなんか流れが完全に来てるね。いや、まだわかんないけどね、この中身がプトチリアコンボであれば。来たよ来たよ。そりゃそうですよ、ガチャ作ってる人が回る。もう人形どっか行っちゃいましたけどね今日もですね、もうずっとね、オーズ第1話から順番に見直しながらプニプニやってましたけども、やっぱね、仮面ライダーシリーズ、まあどれも好きなんだけど、やっぱオーズはなんか特別だね。なんか特別なもんがありますよ。なんかセリフもいいよね。なんか手を伸ばせば届くところにあるのに、それを伸ばさないのはっていう、なんか何なんだろう。まあ、ガチャ回せよみたいな、なんか被害妄想なのか、なんかそうやって聞こえてくるんだよね。だから今この手を伸ばさない、こう届くところにあるのにやらないと絶対後悔するみたいな。さあ、行きます。さあ、これ止まんなかったらとりあえずイベント走るわ。止まって、これで01もしくはプトチラコンボであれば、それはそれでイベント走るわ。もうどっちにしてもイベント走るんだけどね。行きます。さあ、マジで止まってほしい、お願いします。木下社長、お願いします。自分系いきます。てい、あー、来たー、来たよ来たよ、これ来たっしょ。あうわ、01来たぜ。01リアライジングホッパー、これ何なの、このオーラみたいな。01だよね、01ですよ。これはちょっとね、育成して走ります。これはなんかおはじきの特攻以外にもね、裏マップでの特攻もあるよね。そこも地味に嬉しい。裏マップ倒せないから。さあ、これはですね、ちょっとね、イベント育成して走っていきたいなと思います。さあ、上がっていきます。これ育成も大変なんだよな。さあ、皆さんはですね、今回のガチャおそらくね結構勝負に出たという人多いかと思います。何回ぐらい回して何が出ましたでしょうか。そのあたりもねコメント欄で教えてほしいなと思います。まだでもさプトチラコンボが残ってんだよね。来たぜ来たぜ。君の欲望に良き週末が訪れることを。ああああああ